プラレール機関車トーマスお片付けプレイマップマジック。そうそうそう、ま、そうなのさ。トーマスいてマップでレールこうやってつけて走らせられるし、これがこのお片付けのボックスになるんだって。開けてみよっか。うん、分かった分かった。せーの、はい。あ、まだ段ボールだった。マップがバラバラで入ってる。お、そうそう、ありがとうありがとう。なんか不思議なパーツもあるよ。不思議なパーツ、なんか不思議なレールだよ。ほら、こう留め具、さっきの留め具で留めるんだ。絵描いてある、いろいろ。ほら、ゴードンがいるよ、ジック。お、あ、入ってる、ヘンリー入ってるよこれ。ほら、お話の通りだ。ブフォードステージョン、すごい、これかわいい。でもそれもね、そうそうそう、走るんだけど、ちょっと組み立ててみようか、まずね。そうそうそう、ここね、ここレールの絵描いてあるもんね。ほら、マップがね、つながったし、この専用レールね。うん、ありがとう、トンネル。専用レールが1、2、3、4個。これはね、固定されてます、ちゃんと。いいね、これ。レールがね、固定されてるので、こうちょっとね、いつもこういうマップ系って跳ね上がっちゃってね、あの、レールが浮いちゃったりするんですけど、それは今回、ないですね。その、抑えられるから、しっかりと。このレールで、さあさあさあ、手持ちのね、曲線レール8本で、お、できました。マジックできた。ぐるっと一周。あー、いいな、いいな。ほら、簡単に遊べちゃう。ほんといい。これ固定されてるっていうのはかなり大きいですね。トーマス、トーマス、ほら、トーマス走らせて、そうそうそう、上手上手。あ、上手上手。そうなの、そうなの。あら、チェック、あ、あれ、パーシーはどれかな。そうなの、パーシーなの。もうこれね、指さしてたね。ね、これね、車両がね、そこのセットはついてこないので、自分のね、手持ちの車両で遊ぶんですけど、あ、いいね、トーマスだらけだ。あら、転がしでもね、全然楽しいよね。おお、10連トーマスどうすの。あー、すごい、いっぱいいる。あー、いいな。サイズ的にもちょうどいいですね、このね。かも、チェック、これいい。これね、お片付けができるんだって。一回この自分で取り付けたレールを取り外して、真ん中を上げる、はい、そして左右を起こす、起こしてパッチン止めするところがあるので、パチパチっと、よいしょ、できました。四隅を全部止めたら、おー、お片付けボックス。しかも取っ手が左右についてるので、こういう風に持つことができます。おー、いいね。車両とか、まあ、レールとかをいろいろ、あ、いいなー、いいなー、チックのボックスだ。あ、いいな、いいな。もうこれ見てください。こう遊ぼうってなったら、こうパッパパッパと、よいしょ、ボタンをね。あ、そうなの、チック、これはこうやって遊ぶもんだから大丈夫だよ。壊してるわけじゃない。見て、ほら、さっきのマップだったんだ、これ。ねえ、ほら、この脇のレールさ、つければ。あ、いいな。いいな、ジックン。え、レックスが、攻守。ほら、攻守してるよ。どこかな、これ。あそこかな、川崎んとこかな、新鶴見信号所かな。あ、追いついちゃう。あ、早い。あ、
ミルクタンク運んでる。ほら。あ、とか出てたの見る？あ、あ出てきたー。わあ、いいねー。いいねー。これも遊べるね。自分でね。江戸伝も入ってるけど、江戸伝急に。あ、ちょっと転写台もやるの。そうやるんじゃないよ。まあいいけどさ。いいけどさ。まあ普通に床の上にレール広げるだけより、全然ね、こっちの方が世界観もね、あって。かわいいね。ただ不思議だね、落ちないね、なんかあのやつね。そうそうそう、高さ見ても取れない。重ねる？結構きてるそれ。おお、ここに乗せちゃうの。足落ちる。パチチャパチチャパチチャパ。ビーチにもあるネックレス、くんの好きなネックレス。ほら。いいね。いいね、これね、本当に。ひたちくん、パーシーはどれ？パーシー、パーシー。パーシーはどこ？ナップフォーグ駅。そうなの、パーシーなの。トーマス、トーマス、トーマス。そうなの、そうなの。パチ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 。ほんとね、このボックスにした時もね、すごい便利ね。ね、ちっくんね、いいよね。かわいいしね、絵も描いてあってね。ね、ぜひぜひ、プラレールやってる方、まあこれから始める方にもね、おすすめです。はい、ということで以上、プラレール、機関車トーマス、お片付けプレイマップ。